どうも、キータンです。ポンポン、ポンポンポン。はい、こんにちは、キータンボです。今日は何をしていきますと、いいガスト。ちょっと待って。今日はね、何をしていきますかと言いますと、何をしていくんですか？想像力アニマルイラストテスト。イエーイ！いきなりパッと言われた動物をここに書いていくということをしたいと思います。インスタのストーリーで、動物の名前何か教えてくださいっていうのを言って、マネージャーさんに言ってもらいます。どれくらいの画力があるのか、はい、ちょっと見ていきたいと思うので、はい、最初は、じゃあ、ウサギ。ウサギ。うん。こっち？こっちでも。はい。これは、リアルなの？リアルな方にします？じゃあ、リアルな方にしよっか。この時点でもうリアルですね。前足やばいの出来上がりそうなんだけど。やばいやばい。寝込んでよ。なんかおばあちゃんが立ち上がる時みたいになる。よいしょよいしょ。二十五じゃん。これ唇です。行くよ。はい。ハリネズミ。結構ね、私インスタのおすすめの動画のやつでハリネズミよく見てるから。わかるんですよ。前から見る？後ろから見る？やばい、超気持ち悪い。やばい。チャッタラーン。スーパーサイヤ人。待って、そういう概念消してくださいよ。そっかそっか、もう。せーの、ハリネズミ。違うね。これ練習だった？あ、練習。これ練習ですよ。練習だよね。当たり前だよね。練習だよね。みんなが見てわかるやつじゃないとね、えって言えませんから。そうだね。じゃあ行くよ。はい。怠け者。ふわー、木から描こう。あー、爪ね。爪がすごいから。私ね、見てるの調べたことあるんですよ。うわやばい、これいけてる。やばい、顔どうなんだっけ。てか耳くっついてたっけ。いや、耳くっついてないの。すごくない顔。これ手がすごくない。こっちの方が確実手は長いですよね。こんなになってって。やばい、才能開花してきた。うん、多分これは描きやすいと思う。赤星インコ。はい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 。でまず木から描きますね。やばい。あ、いけてるいけてる。うわ、来たよ。インコって描くとこ少ないな。まあこれは。パスタソープロスって多分パスタの上にパパがいるみたいな。そうそうって書いてみて。ね、全然違うじゃん。サッカー選手だったんだけど調べたら。ひどい。誰パパスタソープロス書いた人。パパスタソープロス。よくいるパパだね。よくいるパパ。次は、はい、これも多分知らないかな。知ってる、大丈夫。ハシビロコウ。なんかすごいでかいフクロウみたいなやつかな。もう鳥って言ったら木から来るの。うわーってこんな魂みたい。もうね、ハシビロコウのね、一番の特徴がない、ね、ハシビロコウ。何一番の特徴。口がでかい。はー、知らない。最後じゃあすごいリアルに書いてね。リアル、すごいリアル。分かった分かった分かった、はい、オカピ。知らねえ。ほんと唇。オカピ。たぶんオカピ見てもあーってなんないと思う。あー、オカピっぽくない。オカピ。全然オカピっぽくない。私がつけるな、それ、うん、泥かぶりんわ。うん、悪口じゃん。わかんない、オカピっぽくないもん。顔しろ。好評だったらまた挑戦したいと思います。では、バイチョルー。あ、待って、フェス ID。 ちょうだい、顔ちょうだい。来た。ナイスフェイス。